会です。の出勤前に見る幸せ。あ、お仕事なんか頑張ってください。楽しんでたみたいでよかったね。そうなんですよ、ありがとうございます。皆さん鍵焼きよろしくです。あ、鍵焼きか、ありがとうございます。よろしくです。今日と明日グスプ行ってきます。いいな、アメたちも行きたいよ。で、まあ今日はメイク配信みたいな感じですね。はい、ちょっと髪の毛をピンで止めない。久しぶりのメイク配信。今日も私見れて嬉しい。ほんまに可愛い、ありがとうございます。早くグスプ行かないと。名前の子だ緊急センター。そうなんですよね、なんかこショールームは更新が遅いらしい。だからしばらく研究生のままやねんって。これはグスプで昨日ガスミコースターゲットしました。え、早くない？もう昨日行ったってこと？いいな。雨だっけ、何時か夕方の。そう、あのなんか今回休憩規制は名前できるだけ名前順でなんか笑わいになってるんですよ。だから最初の人この人は1部で、次の数人は2部、次の数人は3部4部5部6部でなってるから、アミはその宮本だから一番最悪じゃないですか。だから6部になっちゃったんで。ひやん、グスパメンバー、グスパメンバーもいけるからね。あのメンバーはあれ行くときはマネージャーさんにはなあかんけど。でもまだ今日はおらんと思う。そう、昨日始まったけど昨日連絡来たから、グスプ行く人はどうたらこうたらみたいな。今日こっち走るだけど大阪まだまだ。え、あの大阪今13度とかです。全然暑くはない。寒いってか今日朝起きたらめっちゃ寒かった。毛布にくるまりましたよね普通に。同じ回終わったら行きます。これな、なんやグスプですか。まあグスプやね、ありがとうございます。マスカットリボン、おおいいじゃん。アビはね、うわ若ニャンさんのトロピカルソーダみたいなやつは絶対美味しい。あのマッコチさんのねお芋のやつも食べてみたいけど、そのゆきのさんの浅い芋食べたいんですよ。
迷う、まあ、誰そのい、まあ、行った人とお互いこう分け分けしてもいいねんけど、デザートとかはご飯はやみあれゆいぬさんのあのエビピラフ、あシュリンプピラフみたいなやったかが食べを食べたいんですよ。なんかスプってさ、もうドリンク飲みながら、ドリンクいっぱい飲みながら語るのも楽しいから。いる、そう、まあ一応メンバーやからね。そのメンバーはお客さんとして行くやけど、一応そのなんかグスプのお店の方から来てくいいですよみたいな、ぜひ来てくださいねみたいな感じのやから、なんか一応そのお店の人にもこの日このメンバーが来ますみたいな一応連絡しとかないといけない。今日ゆみさん、そうだよ、今日ゆみさん誕生日だよ、ゆみさんおめでとうございます。で多分1回やったの、前回は1回やった。で前回は1回で食べ物も1個ずつやってん、ドリンクと食べ物。でも今回は1回、多分1回やけど、なんかでも食べ物はそのなん何個でもいいよみたいな言ってもらった。みんなでシェアハピできるってこと。幸せだね。今日食べちゃう。そう、まあ朝いいやからそんな多すぎることはないと思うけど、その飲み物もほんまに全部飲んで、飲みたい勢いやからさ、あのとりあえず、まあ、みんな休憩はあの、まあ、グスプ行ってグッズがもらったらトレ会が始まるから、でそれぞれ推しがいるわけですよ、メンバーだから、それを出たら「え高校出たで」って言ってあげたりします。まあ、見たら出ても最初も嬉しいけど、やっぱそのメンバーのことをさ、好きなメンバーにあげたいじゃないですか。そういうもんなんですよね。今日は浅井食べたことなかったからデビューしてきます。おお、グスプ浅井デビューですね。ぜひいろいろ教えてね、またどんな感じやったか、あいみょん食べてみたいから。キャキャできる人、うん、一緒に行く予定の子は全然キャキャできる子。前回のグスプのこと思い出した。
それで彼のグスプでさ、旧機のさグループラインではさ、旧何々譲る何々がめちゃくちゃラインあってんな。ほんでちゃんとそのなんか、あ、これあるよじゃなくて、あの私このメンバー持ってるので、ちょっとこの方いただけますかみたいな感じで、ほんまにリアルにごっこ遊びしてた。思い出した、楽しい楽しい、ほんまに。明日ロビー開放だから壁車取ってくる。おお、はい、取って、あ、そっか、もう B2 さんとこにおるんか多分。昨日劇場行ったのにそっち通ってないわ。アイシャドウしたしよ、で発色を良くする。うん、昨日より薄く混んでたよ。やっぱ当日やからかな。まあ混むよね、メンバーに会える人ラッキー。そう、ラッキーだよ。メンバーも自分のファンの方おったら、あ、いるってなるし、とはそう、キュウキのことを、キュウキ全体のことが好きでよく公演とかに来てくれてる人はなんか、え、まだまだ触るやんみたいな感じでみんなで盛り上がってる。キュウキってね、結構お互いのファンの方を覚えてるんですよ。それで OK、 前回も全種類食べようと思ったけど割とボリュームあったからな。確かに。でも今回はさ、結構食べやすそうなやつ多くないですか。アサイとかも絶対そんな多くはないじゃないですか、量は。ハンバーガーやし、なんか量がそのまあ大きさは大体わかるじゃないですか。自分のは欲しい。自分のはね、確かもらえんねんな、言ったら。それは自分は別にいらないからママにあげるねんけど、家のグッズにするね。それによると、あ、まあドリンクはめっちゃ多い多いけどね、美味しいからすぐなくなっちゃうねんな。さあ、でも NNB 入る前のグスパーからいいから言ってたから結構飲んでたんですよ、それも。和田美優さんのマスカットカルピスがめちゃくちゃ懐かしい、思い出した今わっ、そう、通算3じゃなくていいんかいや、じゃあ今までの作戦で呼んじゃうよね。今までずっと NSIM さん、B2 さんって言ってたから。だから B2 さんまでが一つのくくりみたいな感じになってしまってる。お、449日ですって。ちょっと眉毛だけ隠してもらっていいですか。眉毛だけ描いたら、ちょっと一旦、
患者を呼んで終わって髪の毛やりながらメイクします。あ、ちょっと、コスターなんとかなるでしょ。はい、ありがとうございました。昨日バーガーと野菜食べた。おお、いいですね。それ、交代公演の時は、みんなよく見た顔が多かった。世代交代の時のそう、なんか頭が回らんかった。ああ、前も言ったけどグスプで遭遇したメンバーの卒業率が高いのでなんか複雑。思ってるからかな。思わんくらったらもう大丈夫なんちゃう。え、会えた、嬉しい、やっただけで、うん、思いをとどめとく。ということで、ちょっと早々壇上を読ませていただきます。いきます。13位たーちゃんさん、ありがとうございます。12位さとくんさん、ありがとうございます。11位でこもちびとさん、ありがとうございます。10位なるさん、ありがとうございます。9位まつくんさん、ありがとうございます。8位まっそうさん、ありがとうございます。7位たつりんやさん、ありがとうございます。6位むーちさん、ありがとうございます。5位よっしーさん、ありがとうございます。4位ドリューさん、ありがとうございます。3位西川きよしさん、ありがとうございます。2位たかむさん、ありがとうございます。そして1位はアルボーさん、ありがとうございます。待ってるかな、待ってると信じて。はい、ありがとうございました。ということで書いていきたいと思います。12日、アルドーさんかな、アルドさん、アルドさん、ありがとうございます。かわいいやまた。ちょっと待って、ミスった。どうなった。
ちわ。あやみに変えとこかな、勝手に。もうええがった。風呂上がりにアイスとアイス食べて内輪で仰いでる人みたいになっちゃった。ペンライトがちょっと太すぎて。よし、仕掛けたよ。ちょっと待って、一旦一番上行く。風呂上がり、ちょっとじゃあ、ありがとうございました。アルドさん、めっちゃさ、お風呂上がりにさ、アイス食べながら内輪で泳いでる人みたいになってるくない？ペンライトです、これは。確かに見えるやんな。ペンライトです。はい、ありがとうございました。で、さっぱりして。あー、すっきりしたーって人みたいになっちゃった。はい、ということで、ありがとうございました。はい、明日も一応、明日もオンライン話し会なので7時からですね。はい、ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバーイ、またねー。